どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。本日のテーマソングはドン、矢沢永吉さんのもう一人の俺、こちらの曲。このウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。この曲は矢沢永吉さんがアコースティックギターで弾き語りをするね、このアコースティックっていうところがポイントで、まあ当然ウクレレにもバッチリ合うと思いますよ。これはクールに決めたい曲です。やってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンはコード7個です。はい。後半はですね、そこにかっこいいビート、8ビートなんですけど、ほんとストレートなんですよ。もうロックンロールですから、ストレートにね、ド直球なかっこよさ。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルのプログラムに沿って、やっていくとね、どんな方でもできますから、ほんと楽器挫折した方とか、もう不器用で私は楽器は無理だなと思ってる方とか、そんな方どんどん音楽始めてます。もうちょっとしたらここにリンクありますよ。このリンク先に行ってもらって、その順番通りに YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになります。ここですよ。行ってらっしゃい。どうぞ。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1400曲以上のもう、簡単ウクレレレッスン動画になってます。初心者様でもほとんど弾きますよ、その1400曲曲。ぜひ皆さん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあやってみましょう。矢沢永吉さんの魂のロックンロールバラード、もう一人の俺、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4。もう一人の俺、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー渋いというか、ちょっとブルージーでね、やっぱロックンロールで、なんだけどこう切ない男のこう背中がこう漂うような
名曲でございます。これはちょっとものにしましょう皆さん、はい。で今のシンプル簡単バージョンはですね、一応歌うところはフルコーラス、やっているんです。途中の感想とかは一応ショートカットさせているんですけど、これはですねもうディープにやってまいりましょう。今のですねガズレレ YouTube 動画のそのシンプル簡単バージョン、動画に合わせてなんとかできたよという方、ちょっとそこまで練習、動画と一緒に何回も練習してもらって、そしたら次のステップはですね、紙に書いたりプリントアウトして、こう自分だけでね YouTube と合わせるんじゃなくてご自身だけで演奏してみるのをおすすめしております。その時のね参考になるようにね、私こうノートでいつもこうやって書いて画面に映してるんですよ。はい、もう一人の俺、はい。で今このガズクラブというサービス、新しいサービスが始まってます。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げているもう一人の俺をはじめとしたあのガズレレ YouTube で取り上げているものすごい膨大な曲のノート楽譜のデータの中からもう1000曲近くになりますけどね、その中から毎月5曲お好きな曲をダウンロードしていただけるという画期的なサービスで、もう自分が弾きたい曲も選んでも皆さんダウンロードしている、そのメンバーも500人オーバーで、活用されております。そしてですねこのガズクラブは楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているガズクラブ限定オンラインライブ配信というのがありました。これがめちゃくちゃ盛り上がって、次回はこんな予定になっております。次はアニソン特集、世界中からの参加で、もう本当も人数でねオンラインで一つになる、これ最高です。皆さんぜひご加入ください。そしてねそこにあの非公開の SNS があって、毎朝7時にガズラジを放映してますよ。これがめちゃくちゃ面白い。あとはその SNS 内でいろんな質問に答えたりとか、皆さんが演奏動画アップロードできる場所があったりとかね、もう本当にね面白いクラブ活動になってますんでご注目ください。それではノートの方を見ていきましょう。はい、ドン。めっちゃシンプルなんですよ。この曲をですね歌うにあたって、僕もですね矢沢永吉さんの YouTube 動画でいろいろライブとか見てみたんですけど、ほんとその時その時の表情が全然違う。歌い回しとかもかっこいいんですよね。なんで皆さんの好きな感じのアレンジでいいと思うんですけど、ひとまずはこういう感じで、やってみましたということです。これめっちゃシンプルです、コード進行もね。はい、今さーっと映していきますんで、さっと一時停止してメモっていただくか、あとは動画のテロップをね、一時停止して書いていただくのもいいと思います。これ実はですねもう一枚繋がってるんです。はい、こっから2枚目になります。今日2があるんですね。まあコード進行ちょっとこの辺は変わりますけど、ここがですねまた後半の方ということで、こんな感じの、楽譜になっております。ちょっと出てくるコード解説いたしましょう。はい、ガズレレ必須コード7つですよ。 CAmFDmG7E7Em7 ということで、この7つの入門コード、これをここに書いてあるけど、ガズレレ必須コードのメンバーでございます。はい、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コード皆さん覚えてください。これはですね、ウクレレで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございまして、10個あります。この10個覚えておいたらもう本当に最初の基本としてはもう超助かるやつです。で、10個もあるんですけど、1個ずつ見たらめちゃ簡単ですからね。だけど10個いっぺんに覚えると思うとちょっとコツがいるんで、私が以前めっちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ入る動画をアップロードしています。ここにリンク貼っておきます。ここでコード10個覚えちゃってください。今日そこから7個出てきますんでね。はい、入門コードでできる矢沢永吉さんのもう一人の俺、これは渋く決めたいですね。これやっぱゆったり、ちょっとゆったりなんだけど、でもちょっとビートが効いてるっていうのがいいと思います。はい、しっかりまず4つ弾きで歌をこう体感してから8ビートに行こうと思いますけど、このかっこいいバージョン、じゃあここからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。これでもね、このかっこいいバージョンの8ビートの方が、まあ、ガズ的にはですねもう相当歌いやすいですね。やっぱ4つ弾きで歌うよりも8ビートのこの軽やかなリズムの中で言葉が入った方がやっぱりね断然グルーヴがやっぱ出ると思うんで、挑戦してみましょう。そういうわけで今日使うビートはジョン8ビートのチャ、これですね。まあこれがもう最高でしょ。まさにこの8ビートのジャンプ、この曲にズバリです。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、夜更けに、チャッツ、チャッ、ドン、チャッ、ツ、チャッ。これね、やっぱりこれ、ちょっと落ち着いた感じなんで、普通の8ビートのチャなんですけど、ドン、チャッ、ツ、チャッ、ドン、このちょっとね、ダンディーな感じ、落ち着いた、こう脱力してるんだけど、男らしい、男の背中感が出るビートっていうんですかね。まあ、イメージ大事ですから、弾くときの。はい。このビートを使っていきますが、この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画で完全ガイドしてますんで、ゆったり練習してみてください。ちなみにこういうのストロークって言うんですけど、このね、リズムやったことない方は、まず基本になるのが8ビートというリズムです。まあ、そのね、さっきの動画の中でも私言ってると思います。
ますけど、まず8ビートのできてから8ビートのチャ、この順番がいいと思いますけど、これの8ビートのチャ、これ結構もう心地がいいんでね、このドライブ感ぜひ味わいながら歌ってみましょう。で、この曲はですね、もうほんとシンプル&ストレートなロックンロールバラードなんですけど、テロップの中で伸ばすとかそういうとこ出てくるんですけど、このね、ここちょっと見てください。キメが入るんですよね。1番とか2番とかの最後のところ、要は一番伝えたいところ、お前に会いたい、お前になりたい、ここのところのフレーズです。ちょっとやってみましょうか。お前にたった F でたったこのキメが一箇所、ここだけですからね。言うたら印象的ですね。これたったっていうのはですね、まずこの速さだったら右手だけでこれでもいいと思いますよ。はい、右手でちゃんと弾いてパッと止めてもう一回なんですけど、ちょっとよりクールにやるには左手使ったカッティング、左手で止める、はい、こういうのがこのグルーヴを失わないかなと思います。ちょっとこだわりたい方はこのカッティングというやり方でやってみるといいと思います。はい、このやり方、さっきのリズムいろいろのところ、8ビートのチャーでここですよといったところの下の方に行くと、カッティングのね、めちゃくちゃね、濃厚レッスン動画が上がってますので、これもチャレンジしてみてください。このね、チャッチャー、何にもないところで一箇所こう、際立つ決めが入るから、そこがこう浮かび上がってくるみたいな印象になると思うんですけど、はい。で、この曲なんですけど、YouTube でボーイの布袋寅泰さんとセッションしている動画があるんですけども、まあ、めちゃくちゃかっこいいんですよね。あれは見てもうほんと痺れちゃいました、ね。で、矢沢永吉さんのそのアコースティックギターのね、ビートもすごく気持ちよいビートを刻んでて、ぜひその動画もね、皆さん見ていただければと思うんですけど、あのイメージを持ってね、こうやるとすごくこう、テンション上がるかなということで、シンプルストレートですんで、その決め一箇所だけですからね、やってみましょう。矢沢永吉さんのもう一人の俺、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる !1,2,3,4あの頃大事なことさえ置き去りにしてきた自分を俺は恨まないけれど、もう一度光の道を駆け抜け、お前もう一人の俺、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これ渋くね、ダンディーに行きたいっすね。こう、やっぱ
男の子としてはちょっと憧れる世界かなっていうのはあります。ロックンロール、はい、矢沢吉さんのもう一人の俺をお届けしました。さあ皆さん、この音楽やる楽しみね、もう皆さん味わっていただいていると思うんですが、今度はこの楽しみ周りの方にぜひとも、お伝えください。ウクレレ簡単で楽しいよって感じでね、次会って一緒にセッションできるよとか言って、でこの時にね、あのガズレレ YouTube もご活用ください、ガズレレ YouTube 見てたらできるよみたいな感じでね、広げていくとまた笑顔を増やして楽しくなると思います。ガズレレ YouTube チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、今大好評予約受付中です。ご興味ある方はガズレレ公式ホームページから、ちょっと覗いてみてください。そして今現在ご注文いただいてお待ちいただいている皆様、大変お待たせしております。今日もベトナムでモジャ君はじめベトナムの G ラボチームがもう本当愛を込めてねこのウクレレ生み出しておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杖さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。